こんばんは、ネクストサバイバルでございます。今日はですね、DJI マイク2のトランスミッターホワイトっていうのを購入いたしましたので、開封をしてみようかななんて思っております。もうね、あれですよ、もうソニーのカメラはもう最近もう出番がないという。もう何がやっぱりいいのかっていうと、やっぱワイヤレスでつながるところはやっぱいいかなって気がしますね。これ初めて開けますね、正真正銘。これどっから開けんだ、これあれかな、シーリングしてあるのかな。じゃあちょっとこれピッて切るしかないですよね。ほんと、ああそういうこと。ちょっと一回ハサミを取ってきます。なるほど、これ結構安い値段で売ってて、いくらだったかな、1万4000円とかだったのかな。よいしょよいしょ。なんかもうあれですよね、なんかここまで安くなってくると、えー、ってなっちゃいますよね。ああこれ中身は多分このポーチはですね、多分使う予定がないかな。これマグネットがここに、これいや硬っ、マグネットがこうついてるという感じですね。これなんだこれ、これシール、あれこれなんかシールがついてんのかな。ああもう ついてんだよな。あれこれシールついてないかな。あれまあいいや、いやついてんな、ついてるけど、まあいいや、ちょっともう別にもうあんまり気にならないんでこのまま使います。それと USB-C と、これ絶対使わないやつでしょ。こういうのもういらないんだけど、これなんかの企画でつけなきゃいけないんだろうな、確かな、ヨーロッパの。これと、あとこの、ウィンドジャマーモフモフですね。これベリーインポータントパーツっていうところで、で、これの、このですね、上に、ピッ、終わり、完成でございます。こんな簡単でいいんでしょうか。でもこれ白いいね。白いいな、うん。ということで、これ本当にこれしか入ってないんかな。そうだよな、 USB ケーブルがこんな入ってて、出て終わりと。いやーめっちゃシンプルな梱包。はい、もうなんもないっす。じゃあこれで、それでこの、いやーちょっとこれどうやって持ち歩こうかな。このケース結構いいな。いや今ねあれなんですよね、ちょっとなんか入れ物を見直してて、この DJI の普通のオズモポケットのオリジナルのケースあるじゃないですか。ほんで、例えばここ今 DJI の本体、まあ今ここにあるんですけど、DJI の本体をここに入れちゃう、入れて、じゃあ動くことはなんかほとんどなくて、最近これをですね、購入したバッグか、なんだっけな、ドン家のバッグかトゥミに、もうこのままもう入れっぱなしになってて、で、よいしょ、音声のこの2つはもうこれももう本当にカメラバッグの中にそのままポッと入ってるみたいな感じにはなってるんですよね。そうなると、で実際にこう持ち歩いてるものを見てみるとですね、こういうこのこれとあと SD カード、これしかないんですよ。うん、それがもうこの中入ってるっていう感じで、本当になんかこの大きさのバッグがいるのかっていうのが今ちょっと実は疑問になっていたので、これを全部出してみようじゃありませんか。これをですね、この中に一回戻して、このサイズのバッグって何気にいいんじゃないのって、取扱説明書もこの中入ってますけど、まあ見ないと。これも今ワイヤレス、まあマイク2でしょ ?2 から3に変わったらもう、やっぱり多分互換性とかなくなるはずなんで、まあその時はもう、オークションで出しちゃうに決まってるじゃないですか。なんで、この SD カードをこっちに入れて、で、この、今ね、この、
やっぱり暑いところでこれが必要なんですよ、これ。ND フィルター。 ND フィルターやっぱ必要だなと思って ND フィルター買ったんですよね、この前の Amazon のあれで。で、 ND フィルターが実はここに入るんじゃないかっていうね。よ、入んないのかな、入らないのかな。入ってください。あ、入った入った 入った。ちょっとギリギリだけど入ってますね。これ閉まるかな。閉まった閉まった ND フィルターはここに入ります。で、ブラックミストフィルターこうつけっぱなしで、レンズフィルターこうつけっぱなしでしょ。ほんで、これをここにこう入れたまんま、逆か、これはこのまんまにして、で、普段はもうこれで持ち歩く。で、音声周りを、例えば、こうして、でもこれってもうほぼ出歩くときにもうつけっぱなし、もしくはなんかどっかに入れてるんで、実際に持ち歩くものって言ったらこれだけなんだけど、これが、よいしょ。入るかな？お！入った。入りました。ちょっとなんかブサイクだけど、でもこれよりはいいかな？この DJI のオリジナルのケースよりも、こっちの方がいいかなっていう感じがしますよね。ほんで、どうかな？これを、そうだよな。で、これがあれでしょ？これがモバイルバッテリーも込みで、ハンドグリップで、僕はこの、これなんだっけな。ピークデザインね。ピークデザインの、これですよ。これ名前なんて言うんでしたっけ？これがついているというところで、まあ、こういうふうに組めば、まあ、なんとかいけるっていうところですよね。こうかな。あ、ここのブラックミストフィルターがこれ分厚いんだな、これな。どうしたらいいかな。これ、こう、やっぱでもこうだな。あ、ブラックミストフィルターじゃないや、ND フィルターだ。ND フィルターは、夏、例えばもうこれから暑い時期はもう16段入れちゃうのかな。これ2段、4段、8段か。なんで8段は常に多分つけっぱなし、あ、昼間だったらつけっぱなしなんで、まあ、このペアかな。どうだろうな。ND フィルターはここには入れてなくて、多分ドンケですね。ドンケのサイドポケットに多分入れっぱなしかな。ちょっと入れとこうかな。よいしょ。ドンケのですね、このサイドポケット。今僕のサイドポケットはこっち側にね、この、レンズフィルターを、しか今入ってないんだよね。レンズフィルターしか入ってなくて、これドンケのポケットってこれ、こっち側にですね、このバンドが、ゴムのバンドがここに聞こえるかな？ついてて、まあ、ゴムのバンドで動かなくできるような感じにはなってるんですよね。ほんで、だこのゴムのバンドのところにこの ND フィルターを入れてみる。入るかな？でもこれあれだな、ちっちゃいんで、フロントでもいいかもしんない。ょっと。このね、ND フィルターってやっぱ、どっかで必ず使うっていうか、で、使おうと思った時にないんだよね。っていうのを今までたくさん経験しているので、持ち歩かなければいけませんというところですね。で、この、ドンケのこの、こっち側か、これに僕は今、クリーンウェットとか入れてるんですけど、ここはもうちょっとクリーンウェットが5つもいらないんで、この SD カードだよな。SD カードと、この ND フィルターかな。この ND フィルターをここに、こうやって入れて終わりにしようかなと思いますね。で、このウェットクリーンは、もうこれどうでもいいんで、こっちかな。右側をクリーニングポケットにして、で、左側に何が入ってるかっていうと、左側はですね、こっちも、フィルターが、これは N、ライカ用の ND フィルターが入っていて、で、これレンズキャペンが入ってるんですけど、レンズペンは多分もう別の方に移そうかな。
よいしょ、これなんだっけな、これあれか、これファインダー用のペンですね。これね、DJI とかでも使うんで、これはこれでこっち側に置いとこうかな。これでどうでしょうかね。あ、これいいんじゃないでしょうかね。おー、それでこれでこっちは完成しました。そうなるともう持ち歩くものっていうのはこの3つしかないんで、これとこれはこっちでしょ。となるとこの3つだけなんですよ。うん、これはこれでむずい選択なんだよな。これをじゃあこの中に入れて持ち歩くっていうのもありはありだよね。うん、ありはあり。でこれはもう本当常に持ち歩いていないといけないっていう感じなんで、どうかな。どうかな。三脚でタイムラプスやるなら、これは三脚が必要。タイムラプスとか、まあ、自撮りするときはやっぱこれは必要だなっていう感じなんで、これはこれでないと困るんだよな。持ち歩いてないと困る。まあでもいいか。でも、バッグの中身的には、これはもう本当、もうすぐ出せるようにしとかないとダメだっていうところで、まあこれとこれだよな、やっぱな。こういう感じで、これで、まあ、DJI セットで持ち歩いてたらいいんじゃないでしょうかね、これで。で、こっちはもう使わないですね。これなくていいな。ということは、結構なんかちょっと荷物は軽くできたかなと思いますね。やっぱこれはね、もうすぐ出ないとやっぱダメなんで、そう。で、これをチャンネル1、こっちチャンネル2にしようと思っていて、そうだよな。これでどうでしょうかね。なんか結構簡単に運用できるような気がしてます。で、仮に例えばこのバッグ1個でどっかずっと行こうと思った時に、ここがですねフルに使えるんですよ。今ちょっとこれ入ってるけど、で基本、まあ、レンズ基本ライカは僕が1回出歩いたらレンズ交換しないんで、もうレンズは一発つけたまま行くでしょ。ほんでこれはここでしょ。でこれはこれはもうバラしちゃってハンドグリップ用のはもうこれ取り外したらもうこれどっかで使うし、でなんか三脚つけるかなって、なんかレストランとかで自撮り友達とやるときやろうかなみたいな感じになったらもうこれこのままでしょ。っていうことですよね。でこういう感じで持ち歩いたらどうでしょうか。もうこれ完璧じゃないかな。でまあこれはなんかこう、まあ、インナーケース的に使えばいいかな。これ持ち歩いてると結構バラバラになっちゃうんでね、特にこういう動くやつはバラバラになっちゃうんで、まあケース的に使おうかな。まあこれをこうこっち側に入れて、レンズライカのレンズ僕もう一本これ使ってるんですけど、これこれを別のバッグに入れるかだな。まあでもこれもともと別のバッグに入ってるから、もうこの時点でも入らないんで、別のバッグに入っているということは、あ、これすらいらないっていうことですね。もう普段持ち歩くのはこの装備を常に持ち歩くというようにすれば、旅行とか行くときはもうこのまま、これはこれでもうこのまま完成だな、これ。んで、レンズはレンズで別途持ち歩くというので、ちょっとどうでしょうかね。やってみようかな。これでいけるよな。そうだよな。ほんで、この、そうだな。どうでしょうかね、これ。これでいけるのかな。旅行に行くとき、出歩くとき、ちょっと明日インターナショナルオーディオショーにちょっと行こうと思っていて、今日金曜日に、収録していて、今日は何時なんだ？
何日なんだ、7月26日に収録していて、明日インターナショナルオーディオショーに行こうと思ってるんですけど、インターナショナルオーディオショーはまあこれとこれでいいかなと思っていて、でまあ音声は僕一人なんで、音声は多分1個しか持っていかなくて、この白いやつは置いていこうかなと思ってますけど、そうなると本当にこれだけでいいんだよな。でこれまあ使わなかったら家に置いていけばいいん で旅行に行った時にどうするかっていうと、まあ、このまんま行っちゃって、レンズはもう明日は絶対 50mm で行くと思うんですよ。35だとちょっと引きすぎちゃってダメなんで、 50mm、 50mm で明日は行って、で 35mm 置いていくでしょ。で旅行先は 50mm は、まあ、両方どっちか、旅行先はまあ50の時も面白いし、50も30も結構なんか僕は両方その日の気分で結構使ってたりとかして、なんかこうそうだな、なんかあ昼間はなんか 50mm で夜はなんか 35mm みたいな感じで最近使ってるような気がしますね。でまあ50と30片方ずつで、レンズ交換は基本しない、一発出たらもうこのまま行く つもりなんで、そういうことで、これを、バッグの中に入れておく。重いね 50mm。 まあでも 50mm と 35mm 一個つ持ってたらもう間違いないっていうか、他には何も買うもんないなと思うんで、他のレンズ試したいとも今思わなくて、アポズミとか、まあズミクロン、まあ昔ズミクロンずっと使ってましたけど、ズミクロンかまあアポズミ使ってみたいかなって思うかっていうと、もう全然思わなくて、もうこれとこれだけあればもういいですね。僕はどっちかっていうと開放が好きなんで、もう 1.4 開放 F1.4 ずっと開放か、もう絞っていくかって、絞る時ももうもう16まで絞っちゃう時もあるし、まあ大体ですよね。だその日の気分で、特に 50mm は絞りちょびっとずつ絞っていくと面白いですね。35はあんまりボケないっていうか、寄っても、もう、まあ、そんなに寄れないし、被写が画角もそんなに狭く撮れるわけじゃないんで、そんなにこう絞っても面白くないですけど、 50mm は寄っていろんなね構図楽しめるんで、結構僕35と50はどっちを多く使ってるかって言ったら、多分50の方が多いかなっていう感じですね。35はもうなんかもう 1.4 か16かみたいな感じで使ってますね。50の方がむしろフォーカスはいろいろいじれるかなっていう気はしてます。というところで、はい、これでいいんじゃないかな、決まりでどうでしょうかね。で明日有楽町もちょっと歩きながらなんか写真でも撮ろうかなっていう感じなんで、お楽しみください。お楽しみにしててください。インターナショナルオーディオショーの模様はちょっといろんな事情がありまして、ちゃんと撮りたいなと思ってる次第でございます。ということで、はい、今日もありがとうございました。今は十何分、ちょっとごめんなさい、長くなってしまいました。なんかずっとなんか最近ダラダラ喋って、ダラダラ開封をやったり、いろいろパッキングの道具をまとめたりいろいろしてますけど、ちょっとね、やっぱバックインバックをうまく減らさないと、もうキリがないっていうのがなんかすごい分かっていて、今新しいトゥミのアルファのバッグも買いましたけど、これもなんかバックインバッグやってるとやっぱ切りないですよ。なんでなんかうまくパッキングをする術っていうか、うまくトゥミなりバッグの機能を使ってパッキングをして、バックインバッグこういうやつですね、こういうやつをもう極力減らしていくっていうのを目標に頑張っていきたいなと思います。ということで、ありがとうございました。ネクストサバイバルでございました。